どうも、片井ハンズです。今回は始まって2週間経過したシーズン13のランク分布の紹介と、一つ前のシーズンのシーズン12の同じく開始して2週間時点のランク分布との比較解説をしていきたいと思います。僕のチャンネルでは、配信やその切り抜き、あとは、解説動画を出しているので、よかったらチャンネル登録をして、その他の動画も見てくださると嬉しいです。早速シーズン13の開始2週間の、ランク分布を、画像を用いて紹介します。こちらです。どうぞ。まずはじめに、ルーキーですね。ルーキーは 28.1% になります。なので、APEX ユーザーの、約4分の1が、このルーキーに、属していることになります。次にブロンズです。ブロンズは、ブロンズ4から順番に、19.4%、6.7%、7.5%、5.0%、合計で約 38% の人が、ブロンズに属していることになります。まあ、ただ、APEX から長い間離れていて、まあ、元ダイヤとか、元マスターとか、少しまあ上手いけど、やってなかったからブロンズに下がってしまっているって人も、まあ、中には結構いると思うので、一概に初心者のみがブロンズになってしまっているってわけではないと思います。まあ、実際に僕の友達にも、元マスターだけど、APEX から長い間離れていて、今現在、ブロンズ3になっちゃってる友達もいるので、まあ、そういう人も中には少なくないんじゃないかなって思います。次にシルバーです。シルバー4から順番に 5.1%、4.5%、5.5%、4.1%、合計で約 19% の人がシルバー帯に属していることになります。なので、APEX ユーザーの約5分の1が、まあ、ここに属していることになります。次にゴールドです。ゴールド4から順番に 6.7%、2.5%、2.0%、1.0%、合計で約、12% の人が、ゴールドに属していることになります。この時点で、ルーキーからゴールドまでの合計数が、約 97% となっているので、まあ、APEX のシーズン13が開始して2週間経ちますが、まあ、ほとんどのユーザーが、まあ、ゴールド以下にまだ属しているっていう状態になりますね。まあ、だからプラチナの壁が、まあ、これまでよりも、まあ、より一層高い壁になっているというのがわかると思います。まあ、その他もざっくり説明します。プラチナ帯ですね。プラチナ4から順番に 1.5%、0.2%、0.1%、0.1%、合計約 2% になっています。プラチナ2とプラチナ1に関しては、人数が少なすぎるので、まあ、実際には 0.1% でも満たないみたいなんですが、わかりやすくするために、まあ、0.1% と、まあ、記載はしています。残りのダイヤ4から、プレデターに関してですが、こちらも全て 0.1% 未満になっています。まあ、一目グラフを見るとわかると思うんですが、APEX ユーザーのもほとんどが下位ランクに留まっている状態ですね。実際シーズン13になってから、まあ、僕も APEX の、まあ、ランクですね。ランク結構回してはいるんですけど、今現在でプラチナ3の真ん中あたりなんですね。僕自身これまで複数回はマスターに到達していて、まあ、ソロマスの経験もあるんですけども、プラチナ帯マジで強いです。マスターが8割、プレーターが2割のほとんどプレマス帯みたいな状態ですね。しかも最初のマイナスもマイナス51とかからスタートするので、これまでよりめちゃめちゃダイヤに上がるのは難しいなって思います。まあ、ダイヤ帯にはまだ到達していないので、まあ、わかんないんですが、まあ、プラチナ帯ではもうほとんどがプレマスなので、まあ、RP を盛るには最低でもマスターに打ち勝つのが前提になっちゃうので、これまでダイヤが最高の人とかからすると、ちょっと今回ダイヤに上がるのは難しい環境かなっては思います。次にシーズン12の、開始2週間時点のランク分布と比較してみます。比較画像がこちらになります。どうぞ。少し見づらいかもしれませんが、まあ、各ランクのパーセントを比較しやすいように表も僕が作ってみたいので、まあ、よかったらそちらもご覧ください。まあ、一目見ればわかると思うんですが、ランク分布がもう別物ですよね。もちろんシーズン13ではこれまでと違ってシーズンのこう変わるタイミングで6ティアではなくて10ティア降格があるので、まあ、厳密に同じ条件というわけではないんですが、まあ、シーズン12とはランクのばらつきがかなり違うことがわかると思います。ランクシステムが変わって初のシーズン、初のスプリットになるので、最終的にどのようなランクになるのかはちょっとまだ現時点では予想はできないんですが、まあ、個人的にはどんなランク分布になるのかなって楽しみではあります。今回の動画は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら皆さんの感想をコメントしてもらえると嬉しいです。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。
よかったら高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。